ご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。12月17日に東京ドームで行われるこの豪華4人のイベント、韓流フォーカード、当日生で行われる朗読劇のプロローグとなるショートムービーの撮影が韓国ソウル駅で行われました。貴重な撮影現場を目覚ましテレビが独占密着。アクション。もちろん4人揃っての共演は初めて。その役どころは、승환씨는어쨌든결혼사기꾼으로해서도망갈수밖에없는하지만은그것도이제도망가고실제상황아이분야아나봐그거좀아는거아니야우리원빈씨는打ち合わせからジョークも飛び出す和やかムード。イ・ビョンホンは視力を失うと宣告された映画監督。チャン・ドンゴンは破産直前の会社社長。ソン・スーホンは指名手配中の結婚詐欺師。モンビンは鉄砲玉を命じられたワルを演じ、4人の人生が交差する群像劇となります。ソウル駅前で始まった撮影、韓国では基本的に撮影許可がいらないということで、ゲリラ的に始まった撮影にたくさんのギャラリーが。偶然居合わせた日本人観光客もちゃっかり握手。ラッキーです。いやもう素敵でした。すごく優しいですよね。해단너무재밌어요재밌고그리고이렇게군중들있는데서시내한복판에서촬영하는게개인적으로너무너무오랜만이어서こんな大物たちをまとめるのは、8月のクリスマス、4月の雪を手掛けたベテラン、ホ・ジノ監督。ワンカットワンカットにこだわり、撮影にも時間がかかります。약간고개를숙이거나생각하는게좀있어야이상하지않아보고빠지는게여기와서좀멈칫하고그래맞겠죠자한번더하겠습니다자지금벌써3시반인데원빈씨너무힘드시죠찾아뵐생각을하니까기쁜마음으로이렇게지금늦은시간에도촬영을하고있습니다한국에서모이기힘든또정말로굉장한선배님들과이렇게저도같이하니까너무나기분이좋고しかし、4人揃っての撮影では苦労続き。4人が並ぶ迫力満点のシーンですが、実はこの時、時刻は早朝4時半。さすがに眠いですよね。さらにこの人にはもう一つ試練が。アイスクリームを覚えてない。チャン・ドンゴンが演じるのはアイスクリーム会社の社長ということで、アイスを食べなければならないんですが、この時、気温は0度。아이스크림먹어야되나 아니드셔야되는구나아이스크림먹었어 そしてようやく撮影が終わったのは朝6時。電車も走り始めていました。徹夜の撮影本当にお疲れ様でした。아무튼뭐다들새벽내내고생하면서촬영한만큼좋은그림이나올수있을거라고생각합니다고생하셨습니다아이스크림맛있었어요많이먹을줄알았는데조금밖에안먹어서좀아쉬웠어요아나타나시작하라고まあもちろん数分間のショートムービーなんですが、まあ普通は1週間くらいかかるところ4人忙しいから一晩で撮った。だからもうみんな大変だったということなんですが、この4人が揃っていること自体が事件でありニュースである。現れたらびっくりしますよね。今回入ったらびっくりしましたね。韓国ならではなんですね。はい。出来上がった VTR も楽しみですけど、こうやってメイキング見られるのって嬉しいですよね。そうですね。やり取りがね、やっぱり面白いですよ。それぞれの人柄も出ているという感じいたします。もうちょっと遅れたら明るくなっちゃうね。その辺もね、大変だったと思います。小島監督はね。で、このプロローグの VTR があって、その後そのストーリーを4人が生で朗読をしていくというイベントでありますが、12月17日東京ドーム、明日からチケット発売ということで、まあ17日のイベントどんな感じになるんでしょうか。では。